意識してやらないと、あれをそもそもどうして作るのっていう、そう、口当たりますよね。そうそう、だから1曲ずつ、まあ、1週間ごとにバラバラに出してもいいじゃんと思うし、まあ、そういうことしてる人もいるけど、そうですよね、だけどやっぱりアーティストのこういう世界を作りたかったっていうのを何曲かトータルで見れると、うん、好きになる意味合いっていうか、うん、どういうものを目指してるのかみたいなものが伝わってくるとやっぱり嬉しいんですよね。そうですよね、うん、なんかそうミュージックが